はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スプラトゥーン、じゃあ今回もちょっとレギュラーマッチをやっていこうと思います。とりあえず今ランクはね5になったところなんですけれども、ランクが4以上になるとカスタマイズでいろいろ武器とか防具とか買えるようになるんで、今回の武器はこのスプラローラーでやっていこうと思います。まあ、前回引き殺されたシーンがありましたけれども、今回はこれで引き殺すと、まあ、それを目標にやっていこうと思います。おー、なかなかのいいランクだな。一人だけ12ランクがいるけど、まあこれランクそこまで高くてもなんか圧倒的な強さってわけでもないですからね。まあ、圧倒的な強さを持ってる人もたまにはいるけど。お、ローラー持ちが自分合わせて2人だな。向こうローラー持ち3人いるな。でローラーはそうこんな感じですね。ちょっと右から塗ってこう。で最初にこれで一応飛ばせるんですよね。あと少しずつ回復させていくか。まあ、塗りやすいよなこれは。だいぶ。あとこっちからねたまにね敵が来る時があるんで、少し回復させてまた抜いていくか。本当はこっからね狙っていくのか。うわー、ほっこっちゃったよ。自滅してしまった。イカなのになんでだよ。なんで落ちたら死ぬんだよ、水の中に。ここら辺がまだあれだな。なんだ戦闘してたか今。真ん中がたまに、あ、いるな、これちょっとでも。ボムを投げないと無理かな。潜伏して。お、味方がやってくれたか。これは、ほら殺したやったダブルキル、これはかなりでかいぞ。よし、俺も続くぜ、あのローラーに。ロードローラーだ。やられた。引かれた。向こうローラー3人いるからな。これやっぱ相性があるから、偏っててもね、あれなんですよね。いる。ほい。うおー、引かれた。爆弾投げようとしたら、ダイオウイカってなんだ？すげえな。多分ランク12の人だな。ランクが上がっていくといろんな武器とかも解放されていくんで、とりあえずは引く。これはどうだ。うおー、相打ち。スプラローラー相打ち。うわっとかやってるうちにあと1分だ。なんかだいぶ攻め込まれてる感があるな。真ん中のところがだいぶ取られてるかな。これはね、ただ後ろを取れれば。後ろを取りたい。早い、あいつ。うわ。よーし、倒した。何、向こうにも塗りたくってるやつがいる。お、倒してくれたか、味方が。ナイス、味方。あとはもうちょっともう塗るしかないな。お、来た。倒したけど倒された。ロードローラー、ん？生きてるか、敵。ロードローラーとロードローラーになると。相打ちになるからな。何、今いた？逃がさん。あいつを攻めて、倒したい！うおーりゃー！やったー！引き殺したー！あ、これ負けてんな。じゃーん！ダメだったかー。お！なんか一番左の人かっこいい。武者みたいなやつ、来てる。一応チーム内は2位か。ロードローラー3人って向こう。という感じで、スプラローラーはこんな武器ですね。じゃあ次回また別の武器でやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。